はい、始まりました。チロルズ第チロルズです。手前のライトが西畑さん、レフトが厚谷さん、ライトバックが水木、レフトバックが茜です。奥のライトが浩輝、レフトが宇太郎さん、ライトバック側もレフトバックが前です。ちょっと聞いてきます。チーム紹介をしたい。はい、じゃあ、何て話そう。何でもいいよ。チロ対チロの試合ですね。実況してよ。手前はスイーツ大好きな厚谷さんが、今日はノリノリじゃないですけど、なんか楽しそうにバレーしてます。奥側さんでーす。奥側はめっちゃブルー、昨日新居になった小太郎さんです。院に合格したようでおめでたいです。相当前から。やばいですね。みんなの目が冷たいです。みんなの目が冷たいです。メンタルがやる。いいよ。これ最後ですか。じゃないと終わっちゃってないし、これわからんもん、聞いてなかったもん。出らんけん。体育祭かな、あれ。すごいですよね。でもどこ、もう10月やん。中学あれ女子しかおらんね。え、違う、男子おる。いや、おらん。あれ先頭におるくない。あれですよね。ねえ白の一人だけ男じゃない。体育祭でここまでガチでやりますかね。え、やる。いや、マジで女子しかおらんくない、ほとんど。え、実はあれも女子みたいな。いや、あれは…いや、男よね。男ですよ、絶対。何？学校じゃないんかいな。お腹すいた。え？メンタルが。あつやさん、ドアップです。昨日2時間オレンジレンジ買ってました。あの後ですか。え、2人ですか。サーブ好きにずっと話したけど、ああ惜しい。やめたい。おお、だった。4対6でチェンコです。どっちが勝ってるって言うべちゃろ。こっちが6、手前が6点で奥が4点です。ご飯帰ったんだ。いや、まだです。お客さん来て。明日にはファインやん。お客さん来たのに。
かネットめっちゃ低くならんかった？アンテナの斜めっとね、あ、トリトリやんだって、あの黒い帯っていうか。のりこも治ったん、あれ。ただ松葉杖とさよならしただけ。うん、だ、多分そういう感じです。今日来るって言ってましたよ、夕方から。らしいね。勉強してから来るって。今試験期間中なの？来週までですって言ってました。あ、もう始まっとるよ。なのに昨日飲み行きよった金曜日はいいらしいですよ。あ、学校がないけんか、はい。いつも二の二おらん。マジで、だってあれですよ、なんか二の二の用語みたいなやつがありましたもん。マジ？注文をなんか厨房に通すときの省略してるじゃん。あー、するね、するね。あれとか全部注文するときにわざとそれを言ってたりしてました。へぇー、前、前、マボーナスうまくない？美味しいです。お腹すいた。でもなんか結構パクチー入ってるから、うん、パクチー嫌いな、はい。いいほどそんなパクチーくどいか。味、香り、そうです。シソも嫌な。はい、シソご飯は食べれるんですけど、ね、どういうこと？いや、それは自分でも謎なんですよ。葉っぱが嫌い。なんか風味が無理ですね。あ、まあ、ほとんどあれ風味みたいなもんや。味はないよね。ありがとう。今めっちゃ映像乱れた。来週4連休やもん俺。金曜全休で、土日、はい、来週っけ、来週、ん、来週、来週です、来週です。金曜全休、土日、月曜休みや、祝日、福田休みよ、来週の土日、土曜、あ、に、ん、月曜日。なんかバイト入れたんですよね。あ、俺も入れた。だるい。もうないですよね、あんま月曜日ってやつ。そもそも祝日学校休みっていうのが珍しいやん、福田。その次の週の火曜日も休みやね。今月が祝日休みや。嬉しいです。それも振り返るんですかね。なんちゃない。え、そもそも祝日に学校あるのがおかしい。それは思います。だ、祝日に学校やることでなんかあの合わせとるんじゃないですよね、多分ずれないように、うん。ちょっと不機嫌になっちゃった。うまい。あ、めっちゃ上に上がっとった。あ、さっきのシェンコなんてやったちろ。9.15。今手前が9点で奥が15点です。最初からあった。こちらがこの時間
ここなこと、誰とチーム？私は周平さんとすみれさんです。頑張ってます。19対11、手前が19、奥が11です。21対13で小太郎さんたちの勝ちです。はい、マジでよ、辛いでしょ。行く前に豚骨持ってくる。豚骨